最近はね、最近は自分がやってるのはこう競争しないっていうのやってるの。必ず競争しちゃうんだよね。だから競争しないでどうするってで、こう僕の手は全然力入ってなくて、で競争してないの。競争してると響いちゃうから、こっちがね。だから競争してないの、こうやって競争してないの。そして入ってるって感じね。そうです。で、必ず競争するんですよ。人は必ず競争するんですよ。で、なんかこう持たれたら、なんかこう外したくなっちゃうから、で、力を抜くってこと。抜くっていうのが、これ勉強だなと思ってるんだけど、抜けないのね。抜けないの。必ず持たれたら、やっちゃうの。で、抜くのには早くっていうのは、先手、そう、先手攻撃知らないよっていう、そういう感じね。そういう感じでやってるんですよね。だから、あんまりこう持たれてからこういう転換も、持たれてからどうこうしようじゃなくて、持たれる前にこう、自分が、持たれる前に、こう離れてもいいからね。自分がまっすぐ安定してるって、そういうことをやってるんですよね。じゃあ転換からやってみましょう。こうやってね、こう、まっすぐ、まっすぐ。で、こういうとこ競争するのは、癖だから競争するのはしょうがないんだけど、最初のうちはしょうがないんだけど、僕は最近、競争しないっていうことを目標に、こう競争しないで、こう踏み張る。ということね。それで最初は離れてもいいと思うんですけど、まあそういうことで。じゃあ転換から。よりどころ作らないっていうのね。それ練習なのね。それで、よりどころになっちゃうから、力入ってると。だから、よりどころ、こうやって、さっき、後ろやってたんだけど、後ろやってたんだけど、こうやってやったら、よりどころになっちゃうの。よりどころになってやられちゃうの。だから、よりどころ作らないで、力抜いてんの。こういうところ力抜いてんの。そうすると、こう、なんていうのかな、こう、こうやってやってるんじゃなくて、抜いてて、こう、相手の邪魔しないってこと。相手がやりたいように、引っ張ってきたいんだったら、引っ張ってくるの。そして、相手が出てきたいんだったら、出てくるの。その時に力を抜いてんの。そして、自分がいい位置行って、そして、こう、踏んでいって、で、こうね。で、そうすると、後ろとか、何しろ、よりどころしないこと。こう相手のよりどころしない。相手のよりどころしないってことは、こういうふうに。こういうふうに。力、入ってるとよりどころになっちゃうから。だから、よりどころしないで、自分が、こういうふうに。こういうふうに。そうすると、ここで競争しないってことね。ここで競争しない。ここで競争しない。そして、遠く離れてると強いから。遠く離れてると、これ強いの。これ、強いの。でも、自分が近いとね、近いと、全然、こう、近いの。こういうふうに。近いと、全然近い。こういうふうにやったら、ここにやったら、やっちゃうんだけど、こうになってるから、引っ張ってきても、こうやって、近いの。こう、へそに近いの。そして、いい位置探してる。で、よりどころしない。よりどころしちゃうんじゃなくて、よりどころしないの。そして、ここはなるべくよりどころしない。そういうことを練習してるんですよね。で、やってみましょうかね。こうやってやって、邪魔しないの、ここ。そして、後ろを通って、近い。近いってのは上、下。こういう感じね。そして、近い。近い。そうすると、こう、近い。近い。近い。こう、競争ならないんだよね。近いんだよ。近いんだよ。
競争にならないの。こうやってこうやってこうやってほら競争こうやってやったら やられちゃう。ああじゃじゃ、こういうふうに入ってる。こういうふうに入ってる。だからこういうふうにこういうふうに力が力が寄り所してないので、近く入ってる。そういう感じね。そしてこういうふうに隙間を作ってあげて、こういうふうに。じゃあちょっとあの後ろでも何でもいいから、まあ後ろこう 手を寄り所しない、相手の寄り所しない。でこう好きにしてる、好きにしてる。そしてこう近い、ね、近い。そういう感じ、そういう感じでちょっとやってみましょうか。相手が動かしてくれるの。自分は何のためにやってるかっていうと、自由になるためにやってるので、ここだと不自由なの。不自由ってことは自分の足とかは止まっちゃってるんだよね。でも自由に動くと、こう力抜けてれば、こういうこう自由に動けるの。こういう自由に動ける。ここ、あの自由に動くためにやってるの。こういうこういう自由に動く。ここ力が入ってると自由に動けないから、力を自由に動くために力を抜くってことね。力を抜くってことは、ここを寄り所作らないで、こういうふうに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 、こっちが自由なので、それ忘れてると自由じゃないないんだよ。こう想像してるから、こうしてるから、こうどうぞ。まあいいや。こうね、こう来て、こういうふうに、こういうふうに、彼が下げてるとか上げてるとか、彼がコントロールしてるの。こういうふうに上げてるとか下げてるとか、そうこう上げてったら、そう上げてきたらこうやってる。彼がやってるの。そう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 、こう下げてるね。で近い。で自由の自由自由、こっち自由。ここはちょっと不自由なんだけど、不自由なんだけど、寄り所作ってないの。こういうふうに、寄り所。こういうふうに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 。そういう感じね。そういう感じ。で、あの、こう切って。足痛い？足。こう、いいや、こう、ね。そう。で、早めに動くってことね。こう取られちゃったらやられちゃう。だから取られないように早めに動いて、早めに動いて、早めに動いてる。それで知らんぷりしてるの。そして足が自由なので、そういうで近いのね。近いで真ん中で、そういうあのキーポイントっていうかな、そういう言葉のいろいろそういうあるから、あんまり話してない、近い、それから真ん中、それから自由に動く、そういうこと、そういうことね。それで一番問題としてるのは、ここで競争しよう、しよう、ここなんとかやりたいっていう、そういう一番問題だから、だからここは捨てて、こういうふうに入って、そしてこう入ってるって、そういう感じ。あの、まあそういうことね。じゃあそれで少しあの動いて、いろいろ動いて。難しいのはね、こう片手でこういうふうに持ってくるでしょ。こっち入るの。でここは全然何もしてないので、彼の四角この線外れて、この手考えてんのね。この手来たら近くだとやられちゃう。だからこういうふうに、こうで来たらあやばいなって、こういうふうに落としてるだけで、一つ目はだからこういうふうになる、こういうふうになる。一つ目ね、一つ目はこういうふうになる、こういうふうに。そして来たら見てるからやばいなって、こういうふうに見てるの。これが一つ目ね。それから二つ目はこう交差取りでもいいけど、こういうふうに入るの。これ同じ、こう交差取りで後ろ回ってくるんだけど、こうに入るの。そうするとこれ見てんの、これ見てんの、こういうふうにね。
で、この線で、線で、線で変わるってこと。この線っていうかな。あんまり近く行ったらボカッと来ちゃうんだから。だから、ちょうどいいところ、ちょうどいいところで、こういうふうに来て、こう来たら、ね。こういう形。それから、こう、もろて、反対ね、こっち。こっちで来たら、こうに入ってるの。で、やっぱりこの手見てるの。そして自分が下がる。で、最終的には自分の下。最初は彼のところでもいいかもしれないんだけど、最後は自分のところ。最後は自分のところ。自分の下。自分の下だと体重使えるから、自分の体重。この体重。ここね、ここに入って、で、ここ見てる。そしてこう。それで最後はここ。ここ。こっちじゃないのね。それから、もう一つは後ろ取りで、こうに入ってきて、こうに入って、こうに。自分の下。じゃあ、この二つだけやってみましょう。右手と左手。こうね、後ろ取りと。ポイントいくつかあるって言いましたけど、真ん中とかね、近いとか。で、要は目的っていうのがあるんですよ。で、この手はギュッて握っちゃうだけだから、全然安心。ただ彼は引っ張り込んでくるか、押してくるか、この二つしかない。この手はやばいんだよね。やばい。やばい手の方が大事なの。やばい足なの。これ、もらっちゃったらやられちゃって死んじゃって終わりなんだから。だから、この手とこの足がやばいの。だからそれを止めるために、こういうふうに、四角に入ってんの。だからその目的は、こういう相手を崩していくっていう目的じゃなくて、この手を止めるため、この足を止めると。足を止めるため、ああ、やばいな。こういうふうにやってるだけなんだよね。だけ。それを、その形をこういうふうにやったら、やられちゃうんだ。ね。だから、この手を止めるために、こういうふうにやってる。だから足がこういうふうになるわけないし、足は下げて、この手を止めるんだから。こういう形。そして最終的には近いっていうことね。それで、こういうふうに来て。そして、ここをそのままにしとけば、このまま帰ってくれば、こういうふうに、一挙できますよね。こういう、こちらの手がやばいの。やばい。止めるため。そして、この手、止めた手を、このまま持ってくるの。そうすると、彼は行き場がなくなって倒れた。そして、こう。ね、こう、そうすると、息は出る。こう、やばい。こういう形。こういう形でやらなくて済むんだよね。こういう形。そして、こう。そして、こう下げる。そういう形。そうすると、息はできますから。こういうふうに、やばいなぁ。で、こういうふうに、入って。で、こういうふうに。そうすると息が入るよね。裏は別に、裏はこういうふうに入ってくるだけなんだけど、裏よりも表の方が難しい。この手向いてるところね、この手。この手に行っちゃったら、来ちゃうんだから、この手の目的は、この手を止める。あの手を止める。足を止める。それから、ここをまっすぐにして、こういうふうに入ってくる。相手の場所を奪う。それからこういうふうに出す。そうすると一挙ができると思います。じゃあ、こう来た時にね、こういうふうに回さないの。こういうふうに、いいよ。こういうふうに回さないの。こういうふうに回していかないの。この手を止める目的なんだから、自分が足が動いて、こういうふうに止める。やばいなってこういう感じなの。だから、こういうふうに出ていっちゃったら、遅いんだよね。だから、こっから、やばいなって。
やばいなって、こう思うよ。こう引っ張ってんの。こう引っ張ってるってかな。これが来るんだから、こういうふうにやってんの。こういうふうに。それだけ、それだけ。だから、あの、この手とかね、この手はこういうふうに持った方が持ちやすいよとか、やってんだけど、持った瞬間にやられちゃうんだから。だから、持ちやすい関係ないの。要はこういうふうにやって、こういうふうにやって、こう止めてんの。止めてるだけ、こういうふうに。こういうふうになったら、やっちゃう。こういうふうに、こういうふうに止めてんの。そして、ここを持ってんの。そして入ってきてんの。そしてこういうふうにしてんの。で、ここはどうやって持ったらいいかとか、そういうことは関係ないんだよね。要は止める目的だから、ここの手を。ここの手を止める目的。目的だけでやって、こう持ってきたら、いいよ、こう。これでもいいの。これでも。これでも。そしたら、こういうふうに入ってくるの。こういうふうに。こう。だから、あんまり持つ、こうね、持ってこういうふうにこういうふうにやってやらないの。こうやって、こうやって。こうやって。こういう感じ。じゃあ、あと2、3分やりましょう。最初に線って言いましたけど、線が大事なんですよ。だから、持たれちゃったら終わりなの。これ、終わり。終わり。どうしようもないの。これ。だから、持たれないようにやってる。持たれないように。これが前提だから。前提だ。持たれちゃったら終わりなの。持った途端に相手は打ってる。そうそう。だから、持ったら引っ張り込んで、引っ張り込んで、あーって来るんだよね。だから、持たれないの。持たれないの。持たれないの。逃げてんの。逃げてるってのは良くないんだけど、逃げてるの。あ、僕の感覚としてはね、そういう感じ。じゃあ終わりましょうか。終わりましょう。はい、終わりましょう。はい、終わります。ありがとうございました。